そしてじゃあ次、ラジオネームペンギンディスコさんからいただきました。ありがとうございます。かなちゃんもふ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 、今日かなちゃんの仙台でのライブのチケットを手に入れたのですけど、ちょっと心配なことがあります。それは花澤香菜のライブではサイリウムを振ったりするのか僕は知らないということです。僕が個人的に検索すれば済むことなのですが、まあ公式的というか、かなちゃん本人としてはライブをどのように楽しんでほしいのか聞きたいなと思ってメールしました。ではでは、欲しいもの産地茨城の北部からメールしました。それではまた、ありがとう。そっか、茨城の方から仙台に来てくれるんだね。嬉しい、ありがとうございます。そうね、サイリウムを振っていたり振っていなかったりするよ。なんでどっちでもいいよ。どっちでもいいし、あと私がこうクラップをしてほしいなっていうタイミングで合図を出したりするので、それに乗ってくれたらめっちゃ嬉しい。うん、そうね。あとはなんだろうな、あの私ね、ライブの参考にしたいと思って、あの矢沢永吉さんのね、1977年だか8年だかの、あの、日比谷野外音楽堂でやったライブの、DVD を買ったんですよ。素晴らしくてさ、なんつーの？あの雰囲気。もうね、みんながもう、矢沢さんが好きすぎて、おたけびをあげてるんですよ。あ、こんな熱狂的なの。素敵だなと。まあ、それだけもう矢沢さんに、なんだろうな、めちゃくちゃ魅力があるんですけど、まあ、それ見ればわかるんですけどね。ああ、こういう風に、やってみたい、とか思いながら。でもさ、私のアルバムの中の曲調にこういう、ああいうの入ってなくてさ、なかなか、参考にはしづらいんですけど、いやでも、なんだな、気持ち的にはね、ああいう気持ちで臨みたいな、なんて思います。興味があったらぜひ、見てください。素敵だよ。かっこいいよ、矢沢さん。はい。